どうも。ということでですね、はい、あれからね、ちんたらちんたらと車を運転してですよ、はい、S 峠のですね、はい、廃旅館ですか、はい、廃旅館、廃ホテルですか、はい、まあ、来ちゃったわけですよ。とりあえず、はい、電気パターンとつけてですね、帰りたいです。ピントを合わせてですね、寒いっす。とりあえずね、現在の気温1度で、雪がありましたね。こちら初雪でございます。まあ、道路沿いにね、国道があるということで、さっさと入ってしまいましょうか。レッツアーゴー。外観来たんですか。外観今行きます。ちょっと外観、ちょっと外観やっぱりそうですか。なんか車いっぱい通ってるんでね、勉強しちゃった部分があるんですけど、せーのドーン、はい、ドーン、ということで、ね、本当の真正面からはね、ちょっと撮影しにくい状況ということで、横からいさせていただきましたよ。どうも前からなんだよね。すいません。ということで、レッツラードーン。どうも失礼します。ひえんぴ来ちゃったすぎ、ボイラースですか。そうですね、ボイラースですね。まあ一応こういう風にね、機械がありましたね。ということで、こうね、まず次のお部屋に行きますか。足元注意ですよ、皆さん。ということでね、まあ、はい、こういう風にね、こうなってますね。で、まあ、ここね、はい、こういう風になってますね。で、まあ、ここね、ちょっと若干ね、こう板は引いてあるんですけど、まあ、水がね、若干あるということでですね、だいぶね、浸水してますね、ここ。ということでね、次お部屋行きたいと思いますが、足元注意ですよ。はい、どうも失礼します。車が来た場合ですね、外から見える状況である場合はライトを消すということで、はい、畳がだいぶブヨブヨしてますね。ここ畳にキノコが入ってますね。でここはあれですね、まあこうだいぶヨヨしてますけどね、こうお尻映しますよ、今、佐賀さん、はいはい、気をつけてくださいね。今日はね、正直寒くてね、あんまりこう思考能力働いてない。お願いしますよ。眠い上に寒いんで、はい、で隣のね、お部屋ね、ここはなんだっけ、娯楽センターだかっていう名前ついてましたね。ああ、ついてましたね。おっと、冷蔵庫ありますね。ということで、レッツラちょっと開けてみますか。はい、氷作るやつ入ってますね。まあ食品とかね、入ってたらちょっとね、困っちゃうったら、やだよこういう音ね。あ、いや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 、しっかり開けないとね、怒られますかね。はい、何も入ってないですよ。で、まあストーブありますね。灯油の缶とですね、ここにベッドがこう2段になってますかね。2段ですね。2段になってますね。はい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 。いや、このいやだね、この足の感触。いやですね。いやいやいや、腐ってますからね、気をつけないといかんですよ。でね、こう見るとですね、お隣のですね、お部屋が、お部屋じゃないですね、建物ですかね、こういろいろこう見えてるわけですよ、ね、はい、見えてるわけですよね。でここの真横の扉はここの扉ですね。ということで、目の前に見える扉にレッツラドーンですね。このバキバキ言うの嫌だよ、怖いよ、バキバキ言うの。そこが抜けない。いや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 、足場悪いですね。ガスバーナーの、はい、ということでね、ちょっと、はい、開けますよ。
禁止のなんか。そうです。いやまあ仕方ないですね。ここは外出ますね、これきっとね。そうですね、ここのね、扉見る限りね、スイッチがついちゃいますね。いや、ついたら怖いですよ、これ。カチャカチャやるのはいいんですけどね、ついたら怖いんですよ。ついたら面白いんじゃないですか。はい、どうも行きますよ。ということで、覗いた先にですね、洗濯機がありますね、二層式の。自分の実家にもありますか。ありますか。まだ稼働してるのか。そうですね、まあでも水ね、節約したい方とかってよくいいよねって話しますよね。でこう、水のところは声が響きますね。そうですね、やっぱり今までの建物がやっぱり木造などなど、あまり。あ、すげえ。誰ですか、誰ですか、こんなところで遊んだ人。なんですかね。ああ、でもほらこのちゃんとね、いろいろありますね。ちゃんとしたやっぱり施設らしい感じになってますよね。なってますね。ああ、お決まりのですね、はい、この鏡さんありますね。取っちゃい取らないようにね、気をつけないといけないですね。はい、すいません、失礼。洗剤はしますよ。販売してるらしいですよ。あ、販売してるんですか。なるほどね。鏡がしてあったんで、フロントでちょっとお買い求めに。掃除機ありますね。ゴミに、分別ゴミにご協力ください。はい、ということで、まずね、まあここに階段見えるんですけど、まず1階部分見てみますかね。あ、うぃー、来ましたよ俺。いや、来ましたね。来ましたね俺。男のロマンじゃないですか。行くしかないですね。行きますよ。お風呂場ですか。あ、ちょっと鏡あるんで気をつけてください。どこに鏡あるんですか。あ、奥ですか。気をつけてください。気をつけますよ。あ、でっかい鏡もありますね、ここに。はい、ここにこうやって鏡ありますね。はい、このあれですね、ここ脱衣所でこうね、服しまったりとかするとこですね。あれですね、これ赤ん坊のベッドですかね。ああ、ベビー用の。ベビー用のですね。ということで、お風呂場にまず。大浴場こんなですよ。経営してる時に来たかった。こんな感じですね。ということでですね、ね、左側のお部屋に入ってみますか。はい、ということで、はい、お風呂場来ましたね。昔懐かしけど、これあれですよ、まだ元気ですよ。本当です、元気ですよ。このよく見ますよ、この毛はね。さっき見たくなったような毛が。あ、ここ飲料水らしいですか。そうですね、なんか出るらしいですね、そこから。コップついてます。こう、まあ、こう見るとなかなかね。お、反対側つながってるんですね、これ。お湯、これ、見放題。見放題ですよ。あ、でも、どうせ、まあ、いや、混浴だから見放題といえば見放題ですよね。はい、ということで、これ、シャンプーとかリンスとかまだ入ってますね。入ってますね。入ってますね。ということで、これ、あれですね、そこの下からですね、潜って隣に行きますね。行きますね、この深さは。全然行けますね。ということでね、こんな感じになってますね。お風呂ですね。お風呂です。婦人のお風呂でしたね。女性用のお風呂というところがすごく大事なんです。あれ、こう、あら、ライオンさんですか。ライオンさんって、ライオンの口からお湯が出るんですね。いや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 、立派ですね。ということでね、まあいましたね、ここ。あ、ここにもちゃんとね、ライオンさんいらっしゃいますね。はいはい、ここね、電気もついてですね。ということで、まずここ見ましたね。はい、行きますか。おっと、目の前にね、鏡があるのでね、ちょっと下げさせていただいてですね。
ということで、ドライヤーそのままありますね、まだね。ということで、混浴と言われる場所にですね、来ましたよ。来たぜ、混浴。やっぱね、このなんだかんだね、遠いとこサイコロの目出しちゃったけどね、ぐだぐだ言いながらですね、テンション高くなってきましたね、僕は。初雪見たんでテンション高くなりました。初雪見たんでテンション高くなりましたか。なんかこの、まあ、あの広いといえば広い、程よい感じになってますかね。ただあの、いや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 、このロマンあふれるお風呂ですよ、ここ。混浴ということでね、素晴らしいね。素晴らしいですよ。なかなかこのご時世ないですからね。素晴らしいです。来たかった。ただ混浴とかって来ると若い人ってあんまり出会わないイメージ。大体おばさん、おばさんとかね。そうそうなんです、そうなんです。年配の方が結構ね、いやーコンとかダメだよ。ここもね、こんなになってますね。なってんですかね、これ多分。ああ、さっきのところの出るところ一緒ですね、これ。ということでね、この反対側のね、ここは脱衣所ですか。はい、ということで、はい、こんな感じになってますね。はい、どうも。ほう、ちゃんとお風呂のね、ゴミつくような網もね、健在でしたね。はい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 。ストーブあってですね。水上ですね。これ出たらあの男性の方に行ける。そうです、男性ですね。自分、ね、の方から入ったんで、うん、やっぱりあのこっち側のねお部屋あんまり魅力なかったですね。、うん、ということでお風呂場を出ましてですね、さっきの何ですか、ロビーですか、なんかそういう。もしかして男性の方って混浴しかないんじゃないですか、これ。最高じゃないですか。最高ですよ。皆さん、この目の前のお部屋行きますか。え、そうですね、成果飾ってあって、こういうこと、こうね、セットですね、こういう販売してるやつですね。まだ中身入ってるんですかね。ね、あの、大体あの丸いあのゴム状のものが入ってます。はい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 、ないですね。はい、失礼しますよ。天井がですね、ちょっと剥がれ落ちてますね。はい、どうも失礼しますよ。はい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 。でこう押し入れね、押し入れの中身はですね入ってないですね。おっと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 、ガラスに反射ねするかもしれないんでね、ちょっとあれなんですけどね。火の用心、はい、気をつけなきゃいけないですね、こういう廃墟とか ね、 そ う、 ね、そういうところに来るとやっぱりそのね、ぼや騒ぎとかってね結構あったりするようなお話も聞いてるんで。あ、たまに聞きますね。そうですね、せっかくこういうねいいとこがあるのにね、そういう風にしてね、消失してしまったらもったいないと。足つぼありますね。健康に気を使ってくださいね。持って帰ればいいんじゃないですか。僕持って帰ります。持って帰ります。ダメですよ、おっと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 。あら、まあ今現状でもね、こういうようなこと起きてますよね。高騰今年続けてますね。この時よりかははるかにだいぶすごいんじゃないかと思いますよ、今の時代ね。おっと、こうねぶら下がってますよ、ブラーンと。ね、いつの時代のタオルかわからないですけど。ということでね、こうさらっとですね歩いて、ここブヨブヨしますね。なんかこのおもちゃ見てますね。あー抜けたら怖い。あーやだ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 、ここくっそ、なんかこんなのでビビってる俺がやだ。いつもじゃないですね。いや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 、いやですよ。はい、これなんですか、これマッサージですか。そうですね、お金いろいろとこついてんでね、ルームと古いタイプですね。わーやだやだやだ、危ないよ足元。
はい、ということで、はい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 、すいません、はい、失礼しますよ。ここいろいろと見ましたね、こっちね。次はおーと、なんか、はいはいはい、こういうものがですねありまして、次は何になってるんですか、こうお部屋になってますかね。90、ええ、はい、すいません、失礼しますよ、はい、失礼しますよ。おっと、いい情報源がありましたね。でもこれ一回かけられてますね。あ、まあまあ、あのね、僕らがここ来れるようになってるっていうことは、まあ他にもね、お客さんが来てるのは当たり前ですよね。これは部屋はちょっとカビ臭い匂いが、だいぶカビ臭いですね。はい、失礼しますよ。はいはいはい、そうなんですね。はい、ということで、こういう、これ裏入っちゃいましたけどあのこういうね、額縁の裏になんかあのよからぬものが貼ってあったりだとかですね、はい、じゃあ行ってみましょうか。あ、あの、え、僕ですか。当たり前じゃないですか。何を言ってるんですか。誰がやるんですか。僕ですか。はい。じゃーんじゃーんじゃーん。落としたら困るんでね。何かありますかね。何もないです。何もないです。小物しかなかったです。ここで上を立ってみたら。危ないです。危ないです。裏側の方についてたりとか。大丈夫でしたね。残念。あの、さゆさんちょっと飛び込み注意ですよ。あ、本当ですか。イエローカードですよ今の。申し訳ない。ええー。思考能力が働いてないんで今日はねちょっとだいぶイエローカード出すと思うんですけど。そうですね、あれだったらあの僕先に車帰って寝ててもダメですダメですダメです何を言ってるんですか。でも僕は問題ないんで。いや、問題大ありです。あのなんだったらレッドカード出してくれても。いや、ダメです。頑張って写真撮ってくださいね。うわー、ここすごいですね。ああ、これですね。これです、これです。カビだらけですね。白カビですかね。すごいですね。はい、ということでね、こうね、こういう風になってるわけですよ。広いですね。広いですね。部屋数結構あるんじゃないですか。うん、結構あります、うん、はい。ということでね、次のお部屋、はい、91、カム、はい、カメさん、カメさん、すぐ噛むと。ここは誰も開けたら開けるようか。あ、いや、開いたんだけども。はい、すいません、失礼します。失礼します。雑巾失礼しました。いや、いいです、いいです。最近ね、すごく気が合ってるんでね、はい、ここはでも畳かかしちゃった。そうですね、ゴミ箱の中に何か入ってます。袋かなんかですかね。なるほど。じゃあ額縁。あ、行きますか。なかなかね、額縁のね裏をねめくってる絵ってないですよね。あ、なるほど。面白いんで。ないっすね。ないですね。おっと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 。大抵額縁と革の裏が怖いですね、はい、です。ちょっとそこまではやるんでね。確認できて、あの細かいところですね、確認してもらったらあれば教えてくださいね。あ、わかりました。あ、テーブルがね、押し入れにこうしまわれてますね。そのおかげでお部屋がこうちょっとね広い感じに見えますね。またはカビじゃないあ、ここ硬いよ。ファイト一発。あっ、ダメだって。ちっ、ああ。あ、やだ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 。何もなかったよ、こうやった。何をそんなに見てるんですか。いや、この硬いのが嫌なんです。すんなり開けばいいんですけど、硬いのが嫌なんです。怖いんです、硬いの。目の前のお部屋行きますか。はい。予約室。予約じゃないですか。あ、
予約してないけどいいんですか。はい、いいですよ。はい、どうもすいません。はい、車がね、走られたのでね、ちょっと電気消させていただきましたね。ここは大丈夫そうですね。見えないですね。じゃあこれで電気つけます。はい、いい、ということでピント合いましたね。これは上松さん。誰ですか。上松真美さんですかね。誰ですかね。眉毛太いですね。時代ですね、バス時刻表ですね。ちょっと薄いですけどね。これはあれです、食閣下だったんですかね。そうですね、ここ、ね、おっとっと、大胆なことする人いますね。初めてはここからだったんですかね、もしかして。あ、そうかもしれないです。いいっすねこれ。コカ・コーラの、ゼロ度ちゃんと稼働してるんですかこれ。ゼロ度になって、この温度、そうですよ、稼働してますよね。多分間違ってないですよね。間違ってないですよ。間違ってないですね。いろいろとね、こうメニューありますね。味噌、醤油、塩ないですね。塩ないっすね。塩ないっすね。あ、でもこれ、これ、キノコです。キノコって書いてますね、横に。でも塩カリラーメン。もしかしたら塩かもしれない。塩かもしれない。もしかしたら醤油かもしれない。可能性ありますね。鴨鍋、キノコ鍋、ジンギスカン。うん。石狩名物ではないと思うんですけどね。まあね。まあその辺は、まあ書いてるんで。まあ、定番メニューですね、ここは。見えてるね。これ、フロントで注文したのここに運ばれてくるんですかね。そうですね、きっと。明かり全てフロントに集まってるんですかね。そうですね。被害入浴、ということでね、ここね、ちょっと鏡あるのでね、すいません、ちょっと下失礼させてもらってね、こう、椅子がぽつりとあるわけですよ。で、あの、ここのね、ライトこう、大きいやつになってますね。はい、持って帰りたいです。うわ、これはちょっと、僕はいらないですね。ハンガー、ハンガーいただきました。ありがとうございます。ごちそうさまです。ここね、なんか竹の、竹のあれですね。デザインの。おっとっとっと来ました。ここにも階段ありますね。ですね。しかも折り返しですよ。うわあ、ひどいぜ。ということで。まずこっち側行きますか、はい、突き当たってですね、左側のとこ、いや、ここ涼しいぜ。涼しいって寒いですね。ここ奥なんかちょっと崩れてるっぽい感じですけど、白樺さんですね。まずあのこここいつ行きますか。ブレカが、そうですね、すいません、ちょっと避けていただいて、はい、どうぞ。ありがとうございます。まあ、こう掃除機が、ハンディな掃除機ですか。違う、掃除機じゃないですね。掃除機じゃないですよ、これ。なんですか、スチームですか。スチームですね。スチームかなんかですかね。スチームです、ね。あー、こ、いや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 、クモさんがいらっしゃいますよ、ここに。僕の大嫌いなクモさんがね。こう階段の下ね、こういう物置のスペースになってますね。はい、ということでありがとうございますよ。はい、すいませんね、ちょっと夜動けちゃってね。半開きになったか、半開きでいいですね。かっこいい。はい、ということで、そして目の前にこう開いてくれと言わんばかりのカバンが置いてあるじゃない。やっぱり、何も入ってない。これ何入れるやつか、カメラ入れるやつですか。カメラですかね。カメラ入れるやつっぽいですね。キャノンですね。キャノン、やっぱカメラですね。で、こう、あっちから沈み込んでしまう。ありがとうございました。すみません、失礼しますよ。かっこいいのがデコレーションライト、はい、ちゃんと撮れてなかったかな。はい、ちょっと何かありま
なんかシートかなんかさね。はい、ということで、お部屋ね、こう、ここ広いですね、ここ。そうですね、なんか2人か3人くらいで、鶴亀が重いのほか、狭い感じに。そうですね、ちょっと顔が痒いので。はい、ということで、ここもチェックしますか。はい、裏側ね。これかかってたやつじゃないんで、どうなのかと思いますけど。あ、何もないですね。ないです、ないです、ないです。あってもないと言い張ります。え、何ですかこれ。なんか紙切り虫みたいなの。ケンちゃん、何、この絵面白いですよ。何ですか。人っぽいのいるんですけど、みんな首ないんですよね。柱ですか。柱じゃないですかこれ。でも人っぽい、人っぽくない。柱じゃないですか。柱ですかね、うん、完全に柱ですね。あの、面白そうなのもあったな。ただあの人には見えますね。見えますね。いや、その頭のない人間の絵を飾るわけないじゃないですか。まず常識的に考えて飾るわけがないです。我々みたいになんかこう来た人がね、消していったんじゃないか。まさかですよ。次入ってきたやつがびっくりするよ。いや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 、そんな意地悪しないで。ただあれですね、ここなんか落書きとかね、あっても良さそうな感じなんですけど。そうですね、綺麗ですよね。綺麗ですね、うん、保存状態がすごくよろしい。したんだ、息見ろ今。いや、ここの、はい、今僕立ってる廊下にすぐ出るかと思ったんです、はいはい、ああなるほど。右見たらすぐ壁だったんで、あのびっくりしました。倒壊してますね、目の前ね。ここだから寒いんですね。そうですね、僕の風が入ってきてるんで。はい、ということで、右側のお部屋、ここ何も書いてないですね。いやいやいや、あ、用具室って扉。用具室ですか。書いてありますね。やめてって。はい、すいません、失礼しますよ。いや、おお、マジですか。マジですって。おお、これは素晴らしいお部屋じゃないですか。ただまあレトロなテレビが。そうですね、佐川さん、この下のなんてかっこいいんじゃないですかこれ。ああ、ちょっと持って帰って、うん、玄関置いてもいいですよ、はい、おー、いいじゃないですか。まあ、あの鳥の種類よくわからないですけどね、鳥だってことだけはわかりますね。この発生なんて口のあたりがなんかカビ生えて白くなってますけど。泡吐いてる、泡吹いてるみたいですね。とりあえずあのここのねテレビが、ええ、これ多分麻雀ですね。あ、マージャンゲーム機ですね。はいはいはい、カンポンチって書いてますね、はい、しかも東芝製です。ええ、おレトロだね、このゲームね。レトロですね。はい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 、はい、ということでね、こうクッシーの里、はい、まああのね、こういう風にね、まあいろいろテレビがずらっとあってですね。はい、西尾の封筒がすごいですね。ちょっと映しますかこれ。はい、どうも。ちょっとバッチリ映っちゃってますよ。まあいいですけどね。いいですけど、まあいいですわ。で、隣のね、この用具室みたいなところですか、見てみたいと思いますよ。はい。いや。おっと。地球儀ですか。これは何に使うんですかね。領収書とかじゃないですかね。そういうやつですかね。まあパンフレットもあったりですね。はい。あ、ケンちゃん、何、ちょっとこれは見ないとダメじゃないですかね。これ開くんですか。これは開くものだと思いますよ。これまでは開かなくてもいいと思うんですけどね。
ダメですか？白くなってるんです。あー、かゆい、ほこりがかゆいね。レトロですね。なんかね、すごい昭和臭しますね。中にいろいろ金銀財宝が、財宝があるのかな。ダンジョン探索でやっぱり宝箱を開けるべきでしょう。いや、こいつ開くの？反対側向いた。キーついてますね。キーついてますよ。ただもうこういうとこって、こういうとこのものって金属製品って錆びて鍵回らないとかっていうパターンがありますよね。あの、俺、なんだっけ、もみです。うん、もみです。あ、そう、もみちゃん。俺、ポニョちゃんっていうとこだった。頼みますよ。その辺はしっかり開けれと言われる前にね。開かねえんだけど。あ、開いた。あ、開いた、開いた。なしですね。なんかすごい飛んでるね。ジュースの販売ってですかね。販売のシールですね。これもね、販売のシールですね。販売券ですか。これも販売券ですね。そういうものばっかりですね、ここ。ありがとうございます。はい、はい、何も入ってないですね。カビだらけですよ、これ。すごいね、カビ菌飛んでますからね。ずらかろうと思いますよ。ういー、ということで、出た先ですね、右側行ってですよ。まあ危ないと思ったらね、ちょっと引き返しますからね。お、相田光雄さんが、おろろ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 ろ、人間だもん、人間だもの。来ました、人間だもの。潰れたっていいじゃない、旅館だもん、旅館だもの。9月30日で、お、ということでね、比較的でもなんかこの紙は新しく感じますね。もうそうですね、綺麗といえば綺麗。ここはボイラー室ですか。ボイラー室って書いてますね。はい、ボイラー室ですね。第2のボイラー室ですよ。はい、油臭いですね。はい、ということでボイラー室ね、機械だけ見てもあんま面白くないんでね。はい、さらっといきたいと思いますよ。いいですか。あんまりね、近くに過ぎてもね、危ないところがあるのでね、ちょっとね、問いつつね、ギリギリまで行っちゃう僕なんですけど。何ですか。まあ、あの、あ、ここね、すぐそこがもう崩れちゃってるので、この部屋はちょっと危ないと判断しまして入りはしないですけど、よろしくお願いしますよ。ということで、危ない気はしますね。ね、お手洗いありますね。すぐそばでやめますか。ここ、隣にもお手洗いもう一個あるんでね、そっち見えますか。ここやめますか。女性用ですよ。行きましょう。女性用です。行きます、行きます、行きます。もみさん危ないですよ。マスクしてるんで大丈夫です。そうですね。はい、下でなんか使ってますね。下のタイルになんか使えちゃう。使えてるんですか。すいません。やめましょう。下のタイルがもう完全にめくれ上がって、もうちょっと天使介護になる。天井からのですね、そういう圧力もあるのかもしれないですね。お、どうしました。しました。何にビビりました。今もしかして俺のせいですかね。ありのままの事実を喋るぞ。はい、引っ張ったじゃないですか。はい、ドア押されたっぽいんですけど、気のせいですか。急に軽くなったんですけど、ドアいきなり。やめましょう、ここ。やめましょう。やめ、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 やめよ、やめよ。あの、開けるならもみちゃん開けて。開けますか。すいません、お願いします。ちょっと怖いのバッチリなんですよね。そう言われてからの開けるが、いや本当に今ね、なんか来たんで一瞬。はい、じゃあカモン。はい、無理だと思ったらやめてください。無理ですね。やばい、そうですね。下のタイムめくりは使えばいいんで。そうですね、そうですね。
あの急にね、ふっとね、グッてきたんですよ、一回。あ、わかりますね、それ。僕もさっき感じました。うん、ええ。たぶん、突っかえてるから、だというところにしといてください。はい。お願いします。はい。おっと、あ、こっちの奥見てないですか？見てないですね。見てないですね。よし、行きましょう。行きましょう。おっと、あ、こちらにもお手洗いありますね。殿方用。はい。はい、この方用ですね。重たいですけど、ここのお手洗い。あ、重たくできてます。重たいです。重たいです。ちょっとここでケンちゃんとサガちゃんにぶっちゃけた話があるんですけど、よろしいでしょうか。変なこと言わないでよ。変なことではないんですけど、はい、さっきから耳鳴りがひどいんです。ああ、そうですか。うん、寒いからじゃないですか。寒いからですかね。うん、寒いからです。はい、お手洗いね。さっとですね、葉っぱ見えてましたね。これすごくないですか、このトイレの作り。あれ？これ、これやばくないですか？大人女性ですね。こう大人女性ですよ、これ。いや、ここって混浴あるって、お手洗いもこうじゃないですか。開放的。開放的ですよ、この素晴らしい限りですよ、これ。非常に。開放的な、男性職にはものすごく優しい、旅館ですね。旅館ですね、うん、その男性に優しいものは耳鳴りもするよ。はい、じゃあご婦人用、女性用、はい、ちょっとあ、こちらの方が若干軽いです。あ、温度計ありますね。お、温度計、はい、動いてる温度計でしょ。多分いてます。すいません、失礼します。はい、お手洗いの紙がついてね。すいません、失礼します。ということでね、え、あんまりでも電話番号とか載ってるからね、載せたくないんですけど、これは見えないようにギリギリ取れたらいいなと。男性用のことはあったですけど、レードレードになってます。レードです、はい。もう映ってますね、モニターにね。女性用の方がお手洗いが狭いですね。そうですね、個室2つしかないですね。男性の方は男性の便器があるんでね、うん、そうですね、その分ありますね、大と小とね。はい、ピント合ってませんね、一生懸命撮ってましたけどね。はい、どうも。はい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 、よし、来たかな。おー、ヒロマット。ユースホステル。お、お土産とゲームコーナー。おう、そして正面玄関ロビーを置いてください。これ非常に、ね、そうですね、これ壁壊れてません？え、あれ壊れてますね。壊れてますね。壊れてますね。見事に。ということで、ここ行けないですね。左側。準備室。非常口。ここダメですね。回らないですね。行けるかな。あ、硬いですね。ダメですね。この下のこの鍵かかってますね。いや、鍵かかってますね。この奥も鍵かかってますね。かかってます。確認してください。かかってますよ。かかってますね。まあ、でも広いですね。広いです。かなり広い、ね、もしかしたらどっかから行けるところがあるかもしれないので、ぐるぐる回ってたらあるかもしれないですから行ってみますかね。とりあえずあのここの一番端もなんかどっか崩れてるみたいなんで、危ない場所ですね。あー、ぶち抜かれてますね、壁。何があってこうなったのかちょっとよくわかんないですけど、うん、ぶち抜かれてますね。ハルクあたりが体当たりをかましたんでしょうね。ハルクが来ましたか。ハルクがちゃんと、
はい、閉めてくださいね、ちゃんと。ドアちゃんと閉める。閉める。開けたら閉める。はい。鉄則ですね。はい、ということで見ましたね。一回見ましたね、大体ね。見終わったんじゃないですか。え。荷物置きですね。コップあってですね。ということで行きますか、2階に。2階。え、危ないと思ったら本当にもうそれ以上行かないですからね。